じゃあ終わりです。終わりです。今日頭痛はどの辺にあったんですか？これ右の奥、右の目の奥の肩です。今治療後どうですか？なんか少しすっきりした感じ。すっきりした。まだあります？よくわからない。よくわからない。っていうか治ってるってこと。はい。で、どこが悪かったかというと、背中全体肩が背骨動いてない。それで頸椎が悪かった。左右の後頭骨が悪くて、で、左の方の鎖骨が動いてないけど、頭痛は右ですよね。その原因というのが、顔、頭全体が右にこう歪んでるんですよ。それイコール右の血管が硬くなったりとか、ちょっと膨張したりとかするんで、それで今右に出てます。ここは全体的に悪かったです。はい。だから時々右左で、インド人みたいにこう、右左を一回多めにしてください。はい、ありがとうございます。はい、どうも失礼します。はい。